今日の県内は暖かい空気が流れ込んだことや強い日差しの影響で朝から気温が上昇。美郷町神門では6月の観測史上最高となる35度を観測し、今年県内で初めての猛暑日となりました。また宮崎市でも 34.7 度と今年一番の暑さとなりました。町の人は、夏始まったって感じるような暑さですね。登下校でちょっと歩くだけでももう暑くて。暑いですね。水筒にお茶を入れて水を飲むようにはしてます。海に行きたいかなみたいな、涼みにですね。 It's beautiful weather today actually. It's hot, but we have a little bit of a breeze coming through, which is not bad at all. I like it. I love Miyazaki.このほか宮崎空港で 34.6 度、西都市で 33.9 度、高鍋町で 33.8 度などと、県内17の観測地点のすべてで30度を超えました。消防によりますと、県内では今日40代から70代の合わせて4人が熱中症の疑いで搬送されたということです。県内は明日も30度を超える気温が予想されていて、引き続き熱中症への警戒が必要です。